エリザベット・ド・フォントネ、または、エリザベート・ド・フォントネは、フランスの哲学者、評論家、パリ第一パンテオン・ソルボンヌ大学の哲学名誉、教授。特にユダヤ性、動物性、ビュルネラビリテ、沈黙をめぐる哲学で知られている。代表作に、動物たちの沈黙、動物性をめぐる、哲学資論などがある。また、知的障害のある弟を描いた。 ヨルノがスパールにより2018年フェミナ賞随筆部門を受賞した。1934年エリザベット・ブールドー・ド・フォントネとしてパリに生まれた。父アンリ・マリー・ジョゼフ・ブールドー・ド・フォントネはウハカトリックの家系の出で反ファシズムを掲げたフランス人民戦線を支持する弁護士であった。マキとしてレジスタンスに積極的に参加し、 1944年1月には、ルーアンの共和国警察署長に任命された。さらに戦後は、シャルル・ド・ホールに、フランス国立行政学院の初代学長に任命された。ド・フォントネは、こうした父の経歴を、古い極右カトリック家系の出として、模範的なものと表現している。一方、母ネシア・オルンスタンは、司会であったが、母方の両親は、オデッサの出身で、 1905年のポグロムを逃れて、フランスに亡命。ネシア自身は、アンリと結婚するために、カトリックに改宗したが、彼女の一族は皆、アウシュビッツで殺されていた。だが、ネシアは、娘エリザベットにこうした過去について一切語らず、娘に洗礼を受けさせ、カトリック系の私塾サントマリードの遺行に入れた。だが、ドフォントネは、 ジャンポール・サルトルのユダヤ人を読んだこと、ローマ教皇ピウス十二世がナチスによるユダヤ人虐殺を知りながら止めようとしなかったこと、第三次中東戦争、1969年1月の父・アンリの死、セルジュ・クラルスフェルトが作成した、ホロコースト犠牲者名簿に親族の名前があったことなどを通じて、次第にユダヤ人問題に関心を抱くようになり、母、 ネシアにより課された忘れる義務の代わりに記憶する義務を自らに課し22歳でユダヤ教に改修した。ドフォントネはさらに自らを父方の反ユダヤ主義的なキリスト教と母方の迫害されたユダヤ教が出会う場として位置づけこの矛盾を生きることから生きている者の,のビュルネラビリテ弱い者や愚かな者の,のビュルネラビリテ声なき者の,のビュルネラビリテ 生まれたばかりの子供のビュルネラビリティに思いを馳せるようになった。ドフォントネが動物性や動物復を哲学の中心的課題としたのもこうした経緯があってのことであり、代表作、動物たちの沈黙でも以上のような観点から約2500年にわたる西洋思想史、とりわけデカルトの動物機械論や行動主義心理学を問い直している。また、 2011年から2014年まで、ラジオ局フランス・アンテルの動物と共に生きるという番組を担当した。ドフォントネは、影響を受けた哲学者として特に、ウラジミール・ジャンケレビッチ、ミシェル・フーコー、ジャック・デリダを挙げている。ジャンケレビッチとは1968年に出会い、ソルボンヌ大学で彼の助手を務めた。一方、心理学ではラカン派のモードマノーニに追うところが、 大きいという。特に彼女が知性の評価や定性化を嫌ったこと、知的障害を心理的な抵抗と解釈したことに共感している。ドフォントネが著書、夜のがスパールで知的障害のある弟を描いたのも自我の不在、人間の謎である弟を表現することで存在させるためであり、この意味で彼女のこれまでの哲学的探求の延長線上にある。 この著書は2018年、フェミナ賞評論部門を受賞した。ユダヤ人問題については、昭和記念館財団の昭和教育委員会の委員長を務めるほか、フランスにおける、新たな反ユダヤ主義などの序文を書いている。エリザベート・デ・フォントネ、レ・サイレンス・デ・ヌビ、エリザベート・デ・フォントネ、ジュブ・レ・フェール・ル・ポートレート・デ・モン・フレール・電話中イル・エス、エ・ドゥー・ロブ・オセオン・イエイモンド。 エリザベット・ド・フォントネ、身内の者や世間から離れていった弟の肖像画を描きたいと思ったインタビュー。ありがとうございます。